はい、というわけで今回もやっていきましょう。風のタクト。やめよこれ。よっしゃ。今回でね、もう本当にあのボス戦前まで行かないと割に合わないで、やっていきましょう。あのこのマコレちゃんを連れてこの真下に降りるんですよ。マコレちゃん逃げて。あー、いいとこに落ちてる。よし。でこの真下に落ちて、普通の人だったら即死だろうな。この下のな、何か、あっ、あるある、これ、とりあえずこれを、これもう俺が押すってか。よっしゃ。この下のやつを下げたら、まあ、いろいろといろいろと便利。あーこういうことか。ね、で他にはもうここ入り口なかったっけな。こことこの鍵が閉まってるとこと、あとないやん。ちょっと待って、こんなんカット連発かもしれんね今回。地図によるとこの2階まだ行ってないとこがありましたね。だからもうマコレちゃんをここのね一番上にもう必死こいて連れてきて、僕もね、連れ込んでリンクさんをここ行ってみたいと思います。おっ、何も、これ危ない、こいつちゃちゃちゃってフックショットじゃどうにもならんから、これでいくか。いけ、貫け、うわっ、いて、いてててて、しょしょ、これは量が多すぎでござるね。いけ、この一発でみんないけねえかな。よしよしよし、ケツぶしばくぞ、ほんとマントヒーが。よし、あっち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 こっち、よし。おお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 お、めんどくせえな、ほんと。お、ダブルか。紛らわしい。よしよしよし、よしよしよし、ハートもゲッチュで、ラストな。さよなら。むしろマコレちゃん、マコレちゃんここに待機させても大丈夫かな。これどうなるって言うんです。ここが開いて、え、こそ出た、これ小さな鍵ですね。あの一番下のあそこを開けるための鍵です。さあサクサク行こうぜ。よっしゃ。でもうここの部屋には何もなし。オッケー、さあ急ごうか。ボス部屋前ほんといけるのかなこれ。やばいぞ、ほんともう4分、俺の計算上今多分4分弱ぐらいなんだけど、止まってるうちに早く動き出した。もうよっしゃ。マコリちゃん、え、これマコちゃん、ちょ、もうマコリちゃん、マコリ、マッコイ、もうほんとマッコイ、ほんとにもう。よっしゃ。ではここに入りましょう。もうめんどくせえでござるね。骨から片付けます。あ、もう、え、こいつ、攻撃、当たっただけ、そ、逃がしてしまう、そ、え、もう、ダメだ、もう一体の戻ったか、いや、これやばい、でもな、攻撃自体はあまりね、こっち、ダメだった、やっぱ、よいしょ、もう一丁。どこ行った。よし、ここか。これはもう倒したでしょう。よし、オッケー。いや、もう邪魔すんな。よっしゃ。すかさずこの弾を割って体力回復と行こうか。グルフィーもすかさずちゃっかり取って、うん、グッとね。どこ行った。どこに嫌がる。出てよし。これ地道だな、ほんとこいつは。剣の攻撃だったら逃げ気ぐらい与えれるはず。よし、ダメだな。どこ行った。もう分からん、くそ、いけ、よっしゃ、倒した、オッケー、完璧、さっきのかっこよかったんじゃない。あれ、もう終わりじゃないの。なんですって。なんか上に宝箱があるな、これを取らなきゃいけない。お前ら鬱陶しいな。てれってってれ、じゃあ行こうか。これはフックショットを使う感じかな。フックショットかな。フックショットでござるね。ストン、
お、これはあれか。よっしゃ、任せとけ。久しぶりに使うな。よし。え、それだけ？え、でも真ん中になんか宝箱あるよね。まあめんどくさいから取らんとこ。よし、まこちゃんはどこ行ったかな。まこちゃん、おっこで、俺たこっち？こっちの鍵が開いたのかな？開いたの、こっちか。よし、ふう、ここを乗り越えたら、あのもうボス戦間近なんでね。気合入れて、気合もう無駄に防ぎやがるこいつら。ここは一応やっとくか。新必殺大きい、あーくそ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 、やらせてくれやらせてくれよ、ちょっとぐらい。あれ以来出番がなかったんだ、あれ以来出番がなかったんだ。うざうざうざ、いやくそ早い。ちょ転がるのが遅いし、リンクさん。あ、もうダメ、もうダメです、もうダメ、もう待てません。で、向こうのなんかそのもう当店ポールも倒しとかなきゃいけないかな、これ。任せとけ。おおおめっちゃ欲しがっとるやん。いけ。どっちにせよ危ない。これで OK ぐらいかな。これであとはマコレちゃんを操るぐらいか。さっさっさと行こうぜ。うん、こっち側、うん、こっちまで連れてって、でこっからはちょっとあのマコレちゃんの出番。いや、しかし俺ね、やっぱね、この風の神殿のねボスがね一番大好きなんですよ。皆さんもね多分好きだと思うんですよね。あの音楽がね、ほんともうたまらんぜ。よし、そこまで行くのにもうちょっとだから頑張ろう。ここ、よし。でここ木を生やして、でマコリちゃんはね念のためここに待機させておきましょう。よし、それでこれでフックショットでね、向こうに移動すると。うわー、くそ、コントローラーですらこう標準が合わん始末。よし、でこのマスターハンドは倒しようか。ピューじゃないよ、ほんとにピューじゃない、ピューピュー、ストコーン。よっしゃ、行こう、マコリちゃん。うわー、くそ、危ねえ、もうめっちゃ危ねえ。こいつらほんと敵やな。お、いや来た、これラストっぽい、ラストっぽい、ラストだ。あー、違う、ええ、いや、それボス部屋だけどさ、ええ俺ボス部屋の鍵持っとらんよね。ちょいボス部屋の鍵を手に入れるには、まずここをどうちゃらこうちゃらしなくれ。いや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 、違う。よし、頼む。ああ、もうほんとしんどい。もう戻ってきて、ここまで。くそ。このまあ中ボスというか、まあどうせ鎧野郎だけど、まあそいつらを倒して、もうスカッとボス部屋の鍵手に入れてしまいましょう。もう本当にめんどくさい。よっしゃよっしゃ、この野郎、カサジゾーカサジゾー。よし、じゃあちょっと待っとけ、すぐぶっ倒してくっからよ、来いよ。よし、まず仮面を外して全部剥ぐ、全裸になりやがれ。うわ、ちょ動きすぎ。じゃあな、お前はまずもうリタイアです。うまだか、しぶとい、ここの戦車しぶとい。あー、とどめ刺したんじゃん、とどめ刺しちゃった。くそ、仲間内でやりやがったな。来いよ、オッケー。お、ダブルか、珍しいこともあうって。一人がカバー、一人が攻撃ってね。
やりまくるぜ、ほんと。来いよ。これ、イシュバハル人か、これ。すごい、なんか、皮膚が赤いというか、もうほんと、邪魔だな、ほんと。むさ苦しい戦士が3人も集まれば、もうほんとに、まだ生きとる。よし。あとはこいつ1人。来いよ、じゃあ。よっしゃ、はいだ。これで、あとは、もう死んだ。あ、よかった。もう死んだよ。1分もかかなかっ、かからなかったかな。こんな弾を取っている暇ではない。よし。このボス部屋を持ってもすぐね、あっちの方にワープしますので。ごまだれー。ボス部屋の鍵を手に入れた。はい、わかりました。失礼しまーす。でってれー。はぁ、死んだもん。それで、ああ、これだな。オッケー。これさえ攻略してしまえば、こっちの問題、やってこうか。まず、この車輪を止める。車輪を止める。オートマティック。こうやってもう、どんどんこうやってね、狭めていく。この車輪の。オッケー。もう一つ、やりましょう。乗るな。最後の一つを、栄光への架け橋にするのかな？大丈夫か、これ。うわ、ダメだ。一回乗らないといけない。よし。さあ、最後だ。最後ですよ。多分な。非常に多分な。いけるか。よし。こいつを越せれるのか。うん、よし、越えた。これで向こう側に行って、よし。で、これで、おう、いける。これで、これちゃんがいないよ。そうか、違う。よし、これをここまで持ってきてよ。ほう、これで止める。これで OK なんですよ。これで OK なんですよ。OK。で、これで、一回外して、このマコレちゃんを呼び込む。さあ、予備校へようこそ。まず、吐いてからだな。よし。ああ、しまった。マコレー、飛びすぎ、お前、何してんの。落ちた。ここ、一番来た時に、ここ止める。止めた。よし、これで両方止めました。ああ、これで OK。これで OK。ですから、この2つ止めましたからね、1つで止めましたから、こっち行きましょう。はあ、頭使うぜ、ほんともう。体もほんと使うし、もうハート2つ。ボス前にハート2つ。よし。いい調子。OK。もうこれで大丈夫でしょう。はあ、よかった、もう。これ時間収まるかな。カット連発だな、これ。ああ、もう。よっしゃ。ここまで来たらもう大丈夫。で、ここ連れてったらね、もう最後ですよ。ラスト。ふぅ、緊張しますね。というわけで、今回はここぐらいにしておきましょう。もうね、今回は慌ただしい回になってしまいましたが、次回からね、ボス戦なんでよろしくお願いします。